ニコナイト。なぜか今日はあのクラブボレロの撮影ということで、はい、今日は連れてきましたうちのイケメン。どうもリョウです。ボレロのリョウです。よいしょ、来た来た来た。これ大丈夫、顔映ってない？今日は顔出し NG？ 今日 NG で、ちょっと NG 事務所の方まで通してない。事務所の方通してない、はい、もう関係ない。来た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 。すげー。でもね、今日はまあ、りょうくん撮影、まあ、動画系初めてということで、なんか緊張してるんで、どんどんみんなでりょうくんいじっていきましょう。あ、すげえすげえ、出てる。来ました、グレート。うん、事務所。ね、イケメンでしょ。あ、やべえ、どうしました。来た来た来た。もうこれお酒美味しいね。もう美味しいですね。もうすでにりょうくん、ストロングなんで、もうお酒ストロング入っちゃってます。で、酔ってますね。若干もう、だってもう今日本当はお店に6時集合だったのにギリギリだったもんね。はい、もう寝起きでそこ来ましたから ね部屋目がやばかったです。はい、走ってきました。そうそうそう。まあでもね、今日はまあ一応お店の紹介ということなんで、うん、はい、工事に来たつばっちは、ああつばさん、アドバイザーはまあまあまあ、あのあれがあれであれな感じで、皆さん分かる方は分かると思うんですけど、あれあれあれって、まあ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 ね、まあね、まあね、はい、まあ一応ね、ストロベリートーク、そう、まあこれからまあボレロがまあこうやって番組やっていくようになれば、はい、まあいろいろみんな社長とかアドバイザーとかいろいろ出てもらいたいと思うんですけど、今日はまあ下の子2人でやってきてくれということで、はい、ね、今日お店から丸投げじゃけん何しようっていうぐらいじゃもんね。そうですよね、本当どうするじゃもんね。ノープランで来ましたから、ね、ノープラン、何も考えてない。ここはもう今日はりょうくんに期待で、俺はもう泣きゃ何もしない。やばい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 。え、ストロベリー呼んでよ。ベリーさん、ベリーさんは、ベリーさんはまだ来てないんじゃないかな。どうなんだろう、わかんない。そうっすね、掃除も仕方できたから、はい、中断してきましたから ね。そうだね、一応まあお店の紹介をしてくれ、はい、ということなんで、もう一度お店の紹介の方を、じゃあ、はい、ぜひりょうくんの方から、ちょっと7つのメリットの方を。で、まずお店の紹介から。お店はものすごくアットホームで、はい、アットホームで楽しくて、はい、で、楽しい、あ、楽しい、楽しい、カメラ来てますよ。楽しくて楽しい、楽しくて楽しい、楽しい、とにかく楽しい、からのからの楽しい。まあそうですね、クラブボールの、まあ一応アットホームなんで、もうほとんどもう暴力とか本当に全然ないですし、りょうくん、はいはい、2カメ、2カメ、はい、暴力ないっすね。上下関係、まあある程度のやっぱそういう、まあ入ってしまえば先輩後輩ぐらいはありますけど、でもまあ本当に理不尽な上下関係っていうのはないんで。そうっすね、楽しい職場ですね。そうですね、うん、まああとはまあそうですね、解禁賞しかり賞金等もいっぱいありますし、まああとまあ寮費とかも新人、そうですね、新人入って2ヶ月でしたっけ、3ヶ月じゃなかった、どうだったの、いや2ですね、2だったっけ、はい、ね、この辺ぐだぐだ、わかるでしょ、わかるでしょ。何も言われてなくてここに来た感じ。ちょ、3だとちょっと 2ぐらいにしましょう。2だったっけ、伸びればまあとりあえず俺2だと思うんで、2だ、2で、あとまあ、入店祝い金も払いますし、スーツ、スーツプレゼントして、今舗装済みよう、じゃあカンペ？カンペ。カンペ画面メモしといたんで。そうですね。新品スーツ支給。給料日が月に2回の安心システム。そうですね。賞金各種賞金は他店舗の3倍以上。すごい。
まあはっきり言ってよく分からん賞金とかいっぱいありますからね。そうっすよね。こんなのあったっけみたいな。何でも賞金にやっぱ何でも賞金に下がりですからね、うちの店は。はい、そうまあね、やっぱりこういう仕事なんで、これはいっぱい欲しいし。あれりょうくん、そうや、なんか、はい、あ、そうだ、やばい、ちょっと待ってください。オーダーっていうことでね。滑った。ダダ滑り。どうするのこの空気。どうしてくれる。テキーラで。いや、テキーラない。テキーラない。テキーラ。いや、ちょっとコメントの方。熱いでか。ちょっと見てみよう。コージの無茶ぶりに期待。なんかさっきコメント。何？なんかコメント拾っ。適当でいいけど、でもコメント拾ってってあるんで。そう、コメントはね、どんどん。あ、来ました。うおー、これ、見えるかな。カメラ、ちょっと。え、あ、フリーズした。フリーズ、いや、変わった、2カメ。これ分かりますね、焼酎の量。ほんと、うちのドランカ。そう、この間、ちょうど水曜日からね、はい、旅行行ってきたんだけどね、あの社員旅行、ボレロの社員旅行行ってきたんですけど、2泊3日でちょっと海の方っていうか、まあ、千葉の方みたいな感じでで行って、まありょうくん、りょうくんすごいですよ、ご飯めちゃくちゃ作れるんですよ。あ、僕前ちょっとね、副料理長だったんで、副料理長、はい、料理作ってたんで。そうで、みんなでご飯食べるときにりょうくん作ってもらってたんですけど、まあ先離さない。そう、キッチンドランカーの部分がちょっと多少見えるんで、見えたね、垣間見えましたね、あの時は。ずっと鍛錬を手放さなかったんで、ね、はい、まあそれでね、まあ訳あいあいと、もう見て、この色の黒さ、わかるでしょ、わかるでしょ。え、だって、え、もう夜間検査、ほら、これ見て、色の違い。あ、すごいすごいでしょ、これ。オセロ、オセロ。あ、やばい、俺騙される。これすごい。出前師に騙される、これ。いや、あ、そうだ。そうでしょ、中島、オセロの方。そう。あとね、本当にね、そういう感じで、まあみんなでイベントとかも結構、まあシーズンごとに、はい、バーベキューとか行ったり、お花、まあこれからだったら、まあちょっと夏、秋がまあもみじ狩りっていうのもあれなんで、もしかしたら秋飛ばして冬にスキーとかどうとか、ありますね、はい、そんなのあったりとかするかもしれないですし、結構あれ、本当ありますよね。ね、無駄にね、イベントすごい、やっぱアットホームな。そう、ほんと。あとは初回でもボーレーローのしてくれるの。あ、してくれる。なんならもう今日、はい、ぜひ今日、はい、もう今日ナウで決まった。7時からよくわからん賞金。工事はどれぐらい稼いでるの。どれぐらい。いやいや、稼いでるの、リョークの方が稼いでるんだよね。人気者なんで、最近売れっ子の。はい、全然ですからね。ほんとロックごっそりつばっち。オセロのボレロの七草 K の弟。あ、そうよ。わぁ、すげえ。やっぱ K さん人気なんだよ、師匠。コウジ君と会って話してみたい。もうぜひ来て。絶対いいやつ、ほんと絶対いいやつ、俺。ほんとにいいやつだから来て。ただね、俺よく言われるんがね、2回目から味が出てくるタイプね。あー、初対面より。俺初回は、正味結構人見知りだね。それはいいですよね、ちょっと締め煽ってますよね、今ね。そう、締め煽りましたよね、締め煽りましたよね、今。なんならもう本当にうまいな、やっぱ。いやいや、俺初回ダメなの、本当に。あ、だから初回のお客様は喋れないの、俺。初回で、じゃあ指名で来られた場合は直接。もうでも、1回目はあれかもしれないから、まあ2回目から感じが出るね。あの、ヘルプで欲しいタイプ、俺。絶対に、間違いない。これだけダメできる。あとはコウジには騙されてもいいと。さすが、人の良さ出ますね、やっぱ。こんなに褒められるとね、俺褒められ慣れてないけど口乾いてくるよね。スタジオの前でナンパ出ました。今日はやらん、今日30分。ナンパ企画、時間がない。レーンスピンガーで騙せるのか。すげえ、これ騙せるのか。りょうたん手振って、ほら、りょうたんです。スティンガーコウジね、ほんと。この間2回目のスティンガーやった時、リンさんとモキさんでしたっけ、出てくれた時。まあ、リョウ君はいないですけど、あ、はい、まあ、あの時は結構楽しかったですけどね、一人で。あ、でも結構あれなんですよ、リョウ君、ニコナイトっていうか、ホス狂いなんで、あの、結構そういう撮影とか、番組とか見てくれるもん。はい、超見てますね、毎週。なんなら俺も結構見るし。だって楽しいですよね、これ。そう、俺出てない時も生放送で見るし、先週のはまあわやだったらしいんですけど、まあちょっと俺用事があってちょっと見れんかったんだけど、先週の、先週つか、昨日か、
まあね、あとはもう本当にこうやってね撮影できる環境にお店の方もしてくれてるんで、はい、これからもレギュラーでねこういう番組持ってていけばいいかなと思うんですけど、はい、楽しいですねこれ。でしょ、楽しいでしょ。もう1時間ぐらいやりたくないですか。もう延長する、延長します、延長する、延長する、勝手延長してます。 お店怒られるかもしれんけど大丈夫、気にしないんで、やっぱアットホームだから、アットホームだから、アットホームだから、もう関係ない。そうそうそうね、ほんとにホス狂い昨日やばかったぞ。あ、やっぱり昨日のあのナイトチューブとか、あ、やっぱり見てくれてる人はもうほとんどの番組見てくれてるんですかね。あ、昨日やばかったんですね。ありがたい感じで、ほとんど暴力ないもん。ほとんど、ほとんどじゃないよ、絶対にないよ。そうですね、全くですね、ほんとに唯一、リョウがあのまだ入って最初の頃に俺とリョウとあともう一人おった、もう辞めちゃった人なんですけど、3人で肩パン勝負ぐらい、肩パン勝負ですよね、肩パン勝負。そう、先輩後輩関係なしに、そう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 、まあ、ポパイ、ポパイ力強えの。いや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 、ね、ほら見て、この腕指導しよう、太くない？ほら、わかります、白いのに太いってね、白太ねえ、りょうくん、そろそろりょうくんからも喋ってこうや、静かじゃん、今日。いや、俺基本喋んないんで、ほんとにほんとね。いや、でも、あれなんですよね、そこ喋れなくても、あ、顔でいける、あー、違う、じゃあさすがにいける、違う、あー、ごめん、俺は喋らないとダメだからね、ほんと違う、あー、もうやられた、もう違う、ちょっと、ちょっと、やっぱりイケメンの言うことだよ、やばい喋れなくても、ホストができる当店では、ええ、いわゆる置物違うほんと仕事中すごい楽しいんですよ、すごい盛り上げてくれるし。そうなんですよね、しょっちゅう量酔った量酔ったばっかり言ってますけど、はい、今日全然酔わないですね、やっぱ、ね、ということで、はい、どうしよう、コメントの方どんどん拾っていこうかな。草食っぽいのに肉食、どっちが？コウジ、これ俺じゃないですか。あ、りょう、見た目全然草食でしょ。あの、ごめん、言い慣れてない言葉じゃ、噛んだわ今。肉ですよ、肉。肉？コウジコウジって、ほら、コウジコウジって書いてくれるね。本当だ、マジか。コウジはガッチン、ほら、肉食でしょ。ガッチン肉食、違う、俺雑食。雑食雑食ロールキャベツの上、雑食、何でもいく。もう来ますね、コメント、ね、結構、まあこの時間でも見てくれてる人が多いっていうのは、うん、お、コメントもまあ今の時間で100件超えさせていただいて、すごいですね、工場の接客が見たいってありますよ。接客、まあ場面だからね、人それぞれやっぱり合わせるんで、はい、やっぱりあの年上の人がおったり年下の人がおったり、まあ、ためとか、はい、あとまあちょっとあの酔っ払われた子とか、あとシラフの子とかもいろいろいるんで、接客はまあ場面でね、場面でね、やっぱすごいやんないと、うん、店での工事見たいわ。店での工事、まあ大体こんなもんですよ、ね、まあそれはお店に来てからのお楽しみっていうことで、まあね、お楽しみってことで、まあとりあえず今日来てすごいな、今日もう乗ってかないと、乗ってかないと今日乗ってきたな、この30分間で、この30分間で、はい、みんな来てくれればね、嬉しいんだけどね。まあメンズもいるかもしれないですよ、ね、そう、あ、もうあれだったらいいよ、もうニコナイト見たって言って来てくれた子には、はい、はい、これやります。何？もし、リョウがお客だったらどう対応する、やります。あ、もうできんできんですか、俺できんめんどくさい。なんでですか。いやめんどくさい、ほんとにめんどくさい、酔っ払うの、ほんとめんどくさい。仕事中はいいんだけど、仕事終わった後、絡み癖ある。じゃあ仕事中より仕事終わった後の方が楽しいんですよね。そう、なんかしょっちゅうあのグラス食べながら、あ、りょうやった、あ、今日調子いいってね、カズキ会行きましょうって言ってね。カズキ会言わないと。あ、そう、カズキ会、いやいや、それあのカズキさん困るからね金なくなっちゃうほんとね、背びるのがうまいけんね。カズキさんってうちの先輩でいるんですけど、そう、週に1回ご飯会ね、カズキ会長を筆頭に。だったっけ、一番すごいって言おったのが、韓国料理っていっぱい1個頼めばいっぱい出てくるじゃないですか、はい、ナムルとかいろいろ。そこでなんか3人ぐらい行って、まあ飲み食いしたの含めて韓国料理ですよ、大体3人でもまあ知れてるじゃないですか。会計5万超えたらしいです。5万いきました。最後にウイスキーを
飲みもしねえ、20杯頼んだんですよ。飲みもしねえの、飲まないの、勢いでやっぱり、勢いでノリでやっぱその辺は、はい、さすが七草、誰も一杯も飲まないんでね、七草がゆではございません。よいしょ、ニコライトいや、言いたかったこれ、ボーレーロの、コウジシラフ、ボーレーロの、はい、じゃあ行きましょう、コウジさん、コウジシラフ、コウジシラフ、あ、じゃあシラフじゃけんちょっと行っとこうか、じゃあ これちょい行きます、3段割りみたいな、3段割りいく、はい、ポカリ、焼酎、ストロング、あの、スタジオでゲロ入ったらごめんなさいええ、ノーコール、いやいや違う違う今の流れボーレーローのでしょ、あーちょまだ俺流れ流れ流れ、じゃあ行きましょう、ボーレーローのコーです、あーやばい、あーよやばい、これきつきついっすよこれ、いやだってあれやばかったよ、だって混ざってないっすもん、ここが焼酎 でここポカリ でここストロング、ストロングいい投げな、カクテル飲ますね、この店ほんとつまんないって書かれてるいや、じゃあ俺だけなんでつまんないのね、うん、2回見切り見てください、つまんないの俺だけなんで、他はみんな面白いんだね、あとは、アホ笑ってる、あ、ちょっと結構遡りましょう、遡ってみます、あ、あれ、あ、過ぎちゃった、あ、おお新しいの来た、しかもちょっとさっきよりさっきより増えた、さっきより増えたこれ、コウジさんすごいな、コウジさんこのまま行きますよ、じゃあ、え、ああもう何でもいいよ、もう、じゃあちょっとポカリ、うん、手振ってよいしょ、こちら、あ、こちら20杯、そのコメントに笑うコウジね、でもね、やっぱりね、飲みキャラじゃけんね、俺飲みキャラですから ねまあここ2人が結構飲みキャラで、まあでも最近僕の方はね、店で1に争いますからね、まあね、しょっちゅうトイレどっちかが封鎖するもんね、まあ基本俺か、いや俺しないですけど、あ、ほうかそこちょっと俺上げとって、そこ上げとってよ、あげない、あ、 CM じゃあ入りますんで、はい、じゃあ CM へ、まあ、という流れでね、まあ、もう残り半分時間全然経っちゃったんですけど、あと10分どうしよう、何しましょう、とりあえずね、まあ、お店の紹介と、はい、まあ、りょうくんの紹介としちゃったんで、まあ、そろそろもう何でもやってもいいかなって、そうですね、行っちゃいます、ね、行っちゃいます、何やる、お酒あるんで ねこれストレートがあるんで、男気じゃんけんでもする、男気やります、男気やる、はい、はい、おっと、じゃんけんじゃんけん、はい、しゃ、飲みたかった、飲みたかったー、マジで、しゃ、うわー、うらやましい、しゃ、俺すっげー、やばい、もうこれもうカメラ向いてやってもらうしかないですね、これもう、あ、え、潜水艦、できない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 、やばい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 、え、潜水艦できないですけど、潜水艦、ちょっと待って、やろう、いや、機材が、こぼしたんだよ、機材が、ね、あ、任せろって、任せろって、いやいやいや、俺が、じゃあ俺のやつ、じゃあ俺、めっちゃ濃い、めっちゃ濃い、これ男気ある、ないでしょ、いや酔ったマジ、しゃーない、ミッシャルよほんまに、普通に酔った、ね、はい、ボレロの飲みキャラがこれっていうか、潜水艦潜水艦潜水艦、沈んで潜ってもっと飲め、潜水艦潜水艦潜水艦、すごい、よっ、仕事前今日帰ろ帰る、このまま、このまま帰りましょう、ちょっと
あ、もう出てきた。後ろね。いや、こんなことするけん、ここのスタッフえぐいよって書かれるんですよ、コメント。毎回毎回、ほんまに来いよ。これ、だってさっきストレートでしたからね。そこのスタジオで出てくるお酒って本当に濃いのって書いてある。濃いよ、だって見てこれ25度の方よ。普通20度じゃないんだよ。ホストクラブは20度なのに、ね、5度高いだけ違います。5度高いだけ違う、これ本当に、はい、今日月、例えばフルボトル3本シラフで飲める人でも25シラフで飲もう思ったら結構きついもん。555で15度ですからね。そう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 、プラスね。あら、2人とも何えって、りょうくん乗ってきたかね、乗ってきたっていうよりも酔った酔いますね。みんな来い。そろそろスピリタス。あ、今日仕事せんでいいならいいよ。ほんとね、ほら二人とも何えって言うんだよ。あ、じゃあもうぜひりょうくんからも何えだよ何でもっすね。何でも特にはなく、え、ね、営業って営業ないんすよね、俺。見よって、見よって分かんないよね。なんかわちゃわちゃだよ、ね、なんだと思います。まあ、わい、ん、なんだ、営業って営業ないっすね、俺は。分かんない、店の中と外が違うかもしれないしね。それはもう女の子にしか分かんない、なん、お客様にしか分かんないから、まあ、ぜひ来ていただいて。そう、ここで見る俺と店の中違いますからね、やっぱり。まあね、店の中だったらね、いつもあの宅中ばっかりしょ。いやいやいや、何言ってんすか。やばいな、本当に。アットホームとかそういう問題じゃないですから、ね、今の発言は。大事、事故事故。炎上するな。今から炎上しますよ、多分。はい、来ました来ました、WWW WW、 草湧いてきた湧いてきた、もっと沸かして、もっと沸かして WW2W。 俺、肥料撒くの得意じゃんけんね。すぐ生えてくるか。すごいな、さすが元農家。誰が百姓や。もう田植えは終わったしね。宅中、もう絶対宅中って思われてますよね。いや、もういいんじゃない。まあそれでいきますか、じゃあ。いいじゃん。今日とりあえずあの初回で来たお客さんに全部宅中してもらえる。いらっしゃいますよ、帰りに。いらっしゃいますよ、帰りに。そう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 。ねえ、ほんとに。何だろうね。でも、りょうの場合は、でも、じゃあ、こうさんは。俺、はい、俺でもね、小石さん何家ですかね。結構よく言われるのが、あのヘルプでついとる時と担当でついとる時が雰囲気違うって言われるんですよね。あ、確かに。結構まあ喋ったり飲んだりするんですけど、やっぱりヘルプになると、俺ヘルプ好きなんですよ、正味。楽しくてしょうがない、ヘルプが。テキーラなんか宅に出てきた日、うん、もう俺何も考えないですからね。そこ潰れますよね、でも最近思うんですけど。最近ちょっとね、徐々にペース上がってきてないですか、潰れるペース。最近本当に病院行ったら、ちょっとお酒ストップ、控えてくださいって言われたんですけど、控えれるわけないよね、これ。ほらあるじゃん、飲むよ。別にそこグーグーの流れじゃないじゃない。ち、俺も焼酎飲もう。いや、あんまり飲みすぎんだよ、スタッフさんのあの経費が上がってくるけん。あ、じゃあ小石さんが、小石さんのポケットマネーで俺の、はい、小石さん、小石さんのおごりだから。やばいやばいやばい、ほんまに俺もちょっと軽くいい感じに酔っ払ってきたんだけど、もうすでに。そうなんですよね、でも残りね。え、残り何分？10分切った。いや、もう5分ですよ。あ、もう残り5分。え、マジで。やば、どうしよう。これ延長した、延長した。30分延長しましょう。オーダー延長延長しましょう、じゃあ。いやでもね、こう、いい感じのトーク番組っぽい。小石が話すのうまいんだね。小石さんすごい話すのって。一番経費を使う枠か。いや、でもない、あの、ニコナ、ナイトさんが出てるそうか、罰ゲームとか半端ないっすか、ね、デスソースとか。デスソースとか、あれ本当に空になってくからね。空ですか。いやいや、減ってく減ってく、どんどん。だって、ですか、俺デスソース、はい、最初の頃満タンあったの見たんだけど、はい、3、4回目ぐらいで、普通デスソースってなくなるもんじゃないけど、そうですね、ほぼそこついてましたからね。いやー、あの番組だけはもう二度と出たくない。今この場で言う、二度と出たくない。うん、あの無茶ぶり感、俺出たい。出ればいいじゃん、今度言っとってあげるよ。出ましょう一緒に。今日同業で行くか。じゃあそれちょっと、ほんとに、あ、違う違う違う、それちょっと、あ、ごめん。あ、小石さん酔いました。ちょっとね、酔ってますよね。久々の酒じゃけんね。
あれ髪切った？やべえやべえやべえ、右タイプレスできました。右ってどっちですかね。向いて、え、どっちの右？向いて右？それとも座って右？俺から見たら右？ちょっと俺名前、名前書いとこ、プレートに。何これ、え、何これ、父、いや、これ俺書いてないんちゃうね。コウジさんもあれ、全国ネットなんでやっぱ全国ネットかどうか分からんけど、ナイト VS ボレロね、え、ほんとにもう今度できればね、やってみたいですけどね。やっぱ僕もナイトさんとの付き合い長いですし、あ、そう、七草リョウくんです。七草ガイではございません。なんでそんな声してるの？しゃべろうよ、マイク入んない、マイク入んないね。ほんと、でもお酒がうまい。すげえ、200件超えてますね。今閲覧的にどんぐらいいってんだ。でもりょうくんもうどんどん、あー、めっちゃ酔ってきた俺はね、もうなんか知ってる人がいるみたいなんで、りょうくんどんどん自己紹介してった方がいいんじゃないですか。残りの時間、残り3分ぐらいですかね。そうですね。いやいやいや、ちょっと待って、自己紹介、まあ見たまんまですね。見たまんま、うん、まあでもね、顔もいいしね。いや、よくないですね。まあ、まあ、だってしょっちゅうノーセットで出勤してる。俺、コウジさんの方がかっこいいと思いますもん。だジャンルが違うもん。なんか男っぽくて、だって俺こんな綺麗な女の子、俺女の子だったら俺コウジさん好きですよ。いや、俺女の子だったら俺うちの支配人が好きだもん。支配人、もっとヒゲヒゲ倍増。俺本当にでもこういう綺麗な顔憧れるから、本当に俺整形しようって思って、俺ガクトの顔にしてくださいって言ったら、いくらかかるんですか。初期費用で、あの俺の幼馴染のお父さんが、はい、あの美容整形の先生で、でその先生知り合い価格みたいな感じで聞いたら、はい、残り2分ってこと で聞いたら、そう聞いたら1000万、ガクトまでに1000万。いや、一生ガクトの顔でおろうって思ったら、はい、1000万で足りんかった。2500万ぐらいかかってますか。あの、とりあえず初期費用でそのガクトの顔にするだけで700万ぐらいって言われた。どうしよう、ほんとに一番金かかるのが、ヒゲを完全に脱毛するまでに時間がかかるって言います。 あとは骨格とかは入れたり削ったりしてしまえば、はい、早いんだけど、俺ヒゲ濃いからヒゲ消すのに3ヶ月、4ヶ月とか半年ぐらいかかるって言われて、そうそうそう、一気にやってもいいらしいんだけど痛いらしいからね。じゃあと1分。おー、あと1分。いや、もう最後はね、もうぜひ今日は PR でみんなクラブボレロに初回でいいんで、この後飲みに来てくれて、あ、ニコナイト、ニコナイト、ニコナイトでいいか、ニコナイト見ました、撮影見ましたって言ってくれればね、コウジさんが、コウジさんが全部払います。コウジさん出します。いや、でも本当に来てくれるならいいよ。はい、俺来てくれるなら出すよ。あ、なら、じゃあ俺も出しますよ。あ、じゃあ2人で出す。はい、じゃあ先着、先着、まあ 5名来るかな。じゃあ5名にしときましょう。とりあえず5名で、とりあえず5名、先着5名、あ、5組様、先着5組様。はい、ね、ニコナイト見ました、ニコ生見ましたって言ったら、デボーレーローのコウジです言ったら、やってくれれば、言ったら、そうやってくれたら、あの、僕らが払いますんで、はい、ね、ほんとに、なんでこんな自腹切らねえけど。さすが。まあ、ぜひ、はい、皆さん来てもらってクラブボレロの方に楽しくお酒飲みましょう。はい、それではもうおしまいのようなので、残り10秒ということで、また機会があれば、またねー。でもなく溜まり込んだことに疲れ、何回目の錯覚だ、笑っていたろう、さっきまで伝い込んだ仮面をやめ、落下に紛れ込み死んでしまった順序、ましてや無情なこの溺れているんだよ、息もせずに。壊れてゆくこの街で、僕らは。この番組はノランのスポンサーの提供でお送りします。君